八須賀正勝生誕地に立つ、八須賀正勝公妃・八チ氏は、武家、家族だった、日本の氏族、橋場秀吉に仕えた、八須賀正勝の一族が著名。江戸時代には、徳島藩主を世襲し、維新後には、家族の公爵家に列した。新井白石が作成した、藩官府の中から作成された系譜の、八須賀氏系図によると、 下野源氏の足利康史氏し、もしくは柴氏の末を自称する。しかし、多くの氏家がこれを疑問を抱いており、八須賀氏のの羊に関しての確証は未だにない。大和田哲夫の説によると、楠木氏の一族とされる。八須賀焼考えによると、正勝はもともと、藤原姓を称しており、松平氏が藤原姓から厳正に改めたのに従って、 忠秀の代になって厳正に改めたとしている。また伝承として、上野源氏一門の里見支流鳥山氏の氏族の、肥後八須賀氏の当主の正家の娘のこの正明の、光栄で、終わり国中村に移住したとも伝わる。八須賀氏の経図で信憑性があるのは、関西重州諸家府、刑図三様に記されている、正都あたりからで、正都正勝、火星と三代続いて、 小六または彦右衛門を通称としている。それ以前については、異説が多数あり、極めて不確かである。南北朝時代に、八塚氏市の園祖とされる、形成なる人物が、南朝方の武将として活躍し、その子孫の正明が、終わり国八塚号を領し、八塚氏市を称するようになり、正勝の曹祖,祖父、正栄を始祖とする説があり、家系図にはそれを記した。 別説では、小田山と守るや、小田佐都市邸の重心春家を広都市の父として、過疎と推定する。八須賀氏が用いる家紋は二つある。足利義明から正勝が賜ったとされる霧門を、主君橋橋の家紋をはばかって、転じた柏門。そして平氏打倒の挙兵の際に、源の頼政が高倉王より賜ったという万字である。いずれも、原生を由来にする家紋で、 特に万字門は、摂津源次来広史流を示すものである。八須賀家正道像、徳島市美濃国に隣接する、尾張国海東軍、八須賀号を領した国人で、川並州であったとも言う。正勝の曾祖,祖父、松永の代までは、尾張守後の柴氏に仕えていたが、柴氏が衰えたため、父の正俊の代には、美濃国の斎藤氏に従った。 上日の正勝の代になって、蜂須賀氏は、小田氏の配下に属して、歴史の表舞台に登場する。正勝は、秀吉の寄り木として活躍し、その子の蜂須賀家政と共に、秀吉直進となって、阿波一国を治める大名へと立身した。秀吉の死後、関ヶ原の戦いにおいて、火星の子の蜂須賀イタルチンが、東軍に組みしたことにより、所領の阿波国を安堵され、 大阪の神護は、淡路国の加造により、二カ国を領する大大名となった。子孫は、徳島藩の戸様大名として、代々、松平の名字を、徳川将軍から授与され存続し、明治維新を迎えている。ただし、八代、八塚隆親から二代は、高松松平家からの養子、十代、八塚茂劇は、秋田佐竹家からの養子で、 元々の八塚賀市の血筋ではなかった。また、十三代藩主、八塚人氏広氏の実父が十一代将軍、徳川家成であり、最終的には徳川将軍の血筋となった。明治時代に家族礼により公爵に任せられ、紀州徳川や水戸徳川家と並ぶ屈指の富豪家族として知られた。北海道うりゅう村を中心に広大な土地を所有して、 大規模な農場経営を行い、大きな利益を上げた。八須賀農場の小作度は1893年に13個だったのが、1912年には785個、1920年には949個と、全時増えていく。八須賀家は、不在地主として繁栄した。しかし1920年以降には八須賀農場で、お弱葬儀が多発するようになり、 泥棒小六を八つ、ケロといったスローガンが飛び交うようになった。1931年の葬儀を最後に以降は大きな葬儀はなくなり、1932年には共作と洪水があったが、小作量は収められ、八須賀家と古作人の融和が進んでいった。もっともこの融和は戦争に伴う統制の時代が来たためだった。 大正から昭和期に18代当主となった、八須忠正氏は、世界的な鳥類学者として知られるが、一方で、たびたび犯罪に絡んだために、家族の品位を落とすとされ、1945年7月に、公爵位を返上した。戦後は、忠史氏の遺族の間で財産争いが起こり、そこに暴力団も絡んだために、過半の財産を消失し、八須氏は没落した。 2018年現在の当主は、ただし氏の娘の雅子江戸期に分家した、八塚山次郎や、八塚賀隼人や、八塚駿河や、八塚幸江や,駿や駿などの藩の養殖についた系統もある。八塚藩主は代々釣り好きで、専用の釣り場を維持し、案内人も数名めしかかえ、四季の釣りを楽しんだと言われている。 磯釣りの沖き深瀬釣りで有名な和長方の発祥とされている。八塚四季図美前岡山藩画廊、池田門戸の弟。美前岡山藩画廊、池池家一門、池長在門の三男。伊勢桑名藩主、松平忠政の次男。佐貫木高松藩主一門、松平大前家、松平雷広氏の次男。藩主、松平雷官の弟。 以前、岡山藩が老天ま池田や池田正隆の伐士。さぬき国高松藩主一門、松平大善家、松平来博の三男。出は久保田にった藩主、佐竹義道の四男。徳川家成の二十二男。ありがとうございます。